か年齢とともに例えば膝の上のたるみとか気になってくるんですけど、なんか自宅でできたりするものってあったりしますか？膝上やと思ったらその膝上に向けてこのももの前とかトレーニングしがちなんですけど、はいはいはい、まあ、胸だったりお腹とかもそうなんですけど後ろが弱ってるんですね。なので膝上気になる場合はもも裏お尻を強化するっていうのが一番なんですよ。なんか全然違う逆側に感じますけどね。もも裏使ってって言われてもどう使っていいのか分かんないんですけど、まあ、これやってくださいっていう何ですか何ですか。四つん這いになって、はい、腰の下お尻の下に膝が来てることが重要なんですね。外に開いてるとこうやって腰がめっちゃするんですよ。腰痛そうだなって、はい、なんでこれも絶対危険なんで、まあ、この体勢を取ってから片足を上に上げます。でそこから膝を曲げるんですけど、はい、足を上げることによって重心が前に入ってくるんですね。なので必ずこの腕や手で押し返す、元の位置に戻したところからこの膝をこう上げ下げをしようとはせずに上げ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 っていう動きを膝を、はい、なのでできれば鏡見たり確認しながら行うっていうのがいいです。基本的には後ろに後ろに意識を向けることの方が重要ですし、これめっちゃ胸張ってるやんって思うぐらいやってて普通だったりします。このトレーニングとかもそうで、はい、もも裏お尻を締め上げながら下から順に下から順に締めて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 開いていく。手の向きが内に向いちゃうと脇が開くんですよ。外から内に締めるような感じで脇を締めて、はい、寄せ集めて自然とこう顎も上に上がっていく時を待つというか、先に上げようとしない、はい、それをせずに前を開こうとすると腰を痛めたり、しっかり締めるっていうことを意識するとそれに伴って必要な分だけ引き上がるので全然変わってきます。1日ちょっと3回ぐらいしっかり、まずそれぐらいからでいいと思います。回数こなすっていうよりはしっかりこう意識して、うん、そうですね、それが大事ですね。